をご覧の皆さん、こんにちは。セバスチャン X ボーカルの永原真夏です。ですね、我々セバスチャン X は8月の14日に、セカンドフルアルバム Power of Noise というのをリリースいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、リリースに伴って、全国各地ツアーに回ります。最初の方は対バン形式なんですけど、後半からはワンマンツアーでいろんなところに行きますので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。でツアーファイナルは11月22日に、東京恵比寿リキッドルームにて行います。そちらも全国各地からお待ちしているのでよろしくお願いいたします。ということで告知はこんなもんなんですけど、いや夏ですね。暑くて今日も死んじゃうかと思ったんですけど、いつもスクリームさんでは関係のない季節にまつわることを私は語っているので、今日も語りたいと思います。永原真夏のおすすめホラー映画私ホラー映画が好きで、春夏秋冬も限らずずっと見てるんですけど、でもやっぱり夏じゃないですか、皆さん見るのは。ということで私が一番好きなホラーっていうか一番怖かったホラー映画を紹介したいと思います。レックというホラー映画なんですけど、それもいわゆるパニックホラームービー でポイントオブビューって言って、こうカメラの視点でなんですね、ずっとカメラマンの視点でずっと話が繰り広げられるんですけど、あらすじを言うと、あるところでマンションに監禁されるんですよ。理由もわからずマンションに住んでる住人たちと、あと普通にドキュメンタリーとか撮ってるお姉さんとお兄さんが監禁されて、その理由もわからずに、なんか監禁されて、そこから物語が始まっていくっていう、1時間15分ぐらいしかないものすごいもうスピーディーなホラー映画なので、時間がない方も見れると思いますし、すごいもう1時間であんな怖い恐怖体験ができるので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。セバスチャン X でした。